ヘンリー・ J ・カイザー級級油艦はアメリカ海軍の艦隊給油艦。基本的な艦隊形状は先代のシマロン級のそれを受け継いでおり、環境は艦の後部に配置され、完備はヘリコプター艦板となっているが格納庫は設置されていない。アメリカ海軍の補給艦としては初めて出機艦にディーゼルエンジンを採用したのも大きな特徴である。 本級よりやや早い1981年に収益したシリウス級戦闘級カテカンもディーゼルエンジンを指揮官としているが、こちらはもともと1960年代にイギリス海軍補助艦隊向けに建造された艦をアメリカ海軍がリースしたものである。給油ステーションは右舷3カ所、左舷2カ所の計5カ所である。このほか、ドライカーゴの移送用に 両弦一基ずつのハイライン設備もお持つ。本級は以下の物資を搭載可能である。当初はペンシルベニア造船所が建造を担当したが、契約は履行されず、後にアメリカン造船のタンパ造船所で建造が行われた。18席整備の予定であったが、5番艦と6番艦は完成直前に建造がキャンセルされ、16席が建造された。ウィキメディアコモンズには、 ヘンリー・ジェイ・カイザー救急ゆかに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。